ドラクエナンバリングタイトルには様々なアイテムが登場し、中には作品をかなりやり込まないと手に入らないレアアイテムも存在する。私が知らないアイテムがまだまだたくさんありそうだわ。そこで今回は作品を隅々までやり込んだ人にしかもらえない超入手困難なアイテム。ということで7つピックアップしてみた。ドロップ率が低くても他で固定で手に入るようなアイテムは外している。他にこのアイテムも入手に苦戦した。というのがあればコメント欄で教えてほしい。楽しみだわ。どんなアイテムがあるのかしら。まずはドラクエ2やリメイク版ドラクエ5に登場するゴールドカードだ。特にファミコン版ドラクエ2での入手難易度の高さが際立っている。ドラクエの時代設定にそぐわないネーミングのアイテムね。確かに中世ヨーロッパ風の世界観には少し合わないかもしれないな。ナンバリングタイトル以外だと、トルネコ3や一部のドラクエモンスターズに登場しているから意外と知名度は高いんじゃないかと思う。ゴールドカードはどんなアイテムなの？持っているだけで買い物時に割引されるという非常にありがたいカードだ。もちろん何度でも使えるぜ。それは素敵ね。ちなみにどれくらい割引されるのかしら。ドラクエ2だと 25% オフ。リメイク版ドラクエ5では 20% オフだ。すごくお安いわね。これはお得だわ。入手方法は、ドラクエ2とドラクエ5ともに福引きで最上位の賞を当てることだ。ちなみに福引き所があるのは、リリザ、ムーンペタ、ルプガナ、ベラヌール、ベルポイの5カ所だぜ。福引き所は世界各地にあるのね。なら気軽にチャレンジできそうだわ。一等を取ることって結構厳しいの？ドラクエ2での福引きは福引き券を消費してチャレンジする。スロットのようなミニゲームで、3つの絵柄が揃ったら景品をもらえる。3つ揃えるだけならそんなに難しくなさそうなんだけど、太陽の紋章の柄が3つ揃うと1等のゴールドカードがもらえるぜ。スロットは完全に自動なの？それとも自分で押すタイミングを決めるの？一応自分でボタンを止めるから、目で見て押すのも不可能じゃない。だがボタンを押してからスロットが止まるまでの動きに乱数要素があるぜ。完全に狙った柄を揃えるのは無理がある。自分では揃えられたつもりでも、実際に揃うとは限らないのね。しかもファミコン版ではスロットが回る速度がやたら速くて、狙った目を揃えるのは実質不可能だ。それなら何度もチャレンジするしかないわね。一等が当たる確率はとにかく低いぞ。そもそもファミコン版では福引き券の入手法が買い物時にランダムでついてくるか、ドロップでいるしかない。福引き券を手に入れることすら完全に運次第なのね。これはゴールドカードを手に入れるまでかなりの時間を取られそうだわ。このように、ファミコン版ドラクエ2では完全にゴールドカード狙いにしないと、手に入らないアイテムだぜ。ちなみにドラクエ2でゴールドカードを手に入れても、案外ありがたみはない。そんな、せっかく手に入れてもあまり役立たないんじゃ意味ないわ。リメイク版ドラクエ5でも入手は難しいの？ガラポン方式になり、入手は完全に運次第になったが、確率がだいぶ上がったぜ。運さえあれば狙ってなくても出るぞ。1年分の運を全突破して手に入れてみたいわ。手に入りにくい上に入手時期によってはほとんど役に立たないのが、ドラクエ2のゴールドカードだ。いっそ二等の祈りの指輪の方が嬉しいということも多いかもしれない。次はファミコン版ドラクエ2の復活の玉だ。同名の道具がドラクエ5にも登場するがこちらは効果が大きく異なる。復活の玉ね。ドラクエ2ではどんな効果があるのかしら。使うとどこからともなく美しい声が聞こえてきて、その場で復活の呪文を聞くことができる。復活の呪文って今で言う境界システムみたいなもの？復活の呪文は今のように冒険の書によるセーブ、ロードがなかった時代に、ゲームを中断したらデータをロードするために使う、パスワードのような文字列だ。すごくめんどくさいシステムね。私なら発狂しそうだわ。霊夢なら発狂してゲーム機ごと破壊するだろうな。否定できないのが腹立つわ。復活の呪文を使った場合、再開するのは直前に寄った境界など、復活の呪文を聞いた場所からの再開になるぜ。今のドラクエって中断セーブやオートセーブがあるのに、昔は任意の場所でセーブするのも難しかったのね。かなり不便だわ。そもそも復活の呪文をメモしなかったらそこで終わりだしな。多くのプレイヤーが復活の呪文をメモした紙を何らかの理由で紛失したり、メモした文字を間違ってしまい、ゲーム再開が困難になっただろう。毎回毎回、ゲームをロードするのに手間取ってしまいそうね。結局復活の玉のメリットは何なの？街に戻らずどこでもゲームが中断できるようになることだ。ものすごい優れものじゃない。どこで手に入るの？はぐれメタルのドロップのみだ。確実に手に入れる方法はない。はぐれメタルって超レアモンスターじゃない。倒すのも難しいわよね。ファミコン版ドラクエ2のはぐれメタルは HP が35もあり非常に倒しにくいぜ。しかもベギラマを連発してくるから単に敵として手強い。そんなに HP が高いの？
逃げられて終了するじゃない。ローレシアの王子の会心の一撃で葬り去るしかないんだが、はぐれメタルはマヌーサまで使ってくるから、攻撃がさらに通りにくいぜ。ちなみに逃げる確率は 50% だ。どうやって倒せっていうのよ。はぐれメタルが復活の弾をドロップする確率は8分の1だが、アイテムドロップを狙ってたの敵を倒してから倒す必要があるから、アイテムドロップ自体が狙いにくいぜ。かなりの運と根気が必要そうね。最終盤になればダメージも増え倒しやすくなるが、物語が終わろうかという時に手に入れたところで今更感のあるアイテムだ。どうしてこんなに便利なアイテムを面倒な入手方法にしてしまったのかしら。ドラクエ2は難易度が高いとよく言われるが、せめてこうしたプレイに役立つアイテムは簡単に入手できるようにしてほしかったぜ。次はゲームボーイカラー版ドラクエ3のルビスの剣だ。ナンバリングタイトルでの登場は本作のみ。かなりマイナーだが、ぶっ壊れ装備として知られている。どんな性能なの？攻撃力は王者の剣を40も上回る160で、全職業が装備可能。武闘家が装備してもデメリットなし。しかも道具使用すると、本作では最強クラスの呪文、ギガデインを放つことができる。ギガデインを MP 消費せずに連発できるなんて強すぎない？勇者の専用技というイメージが強いのに、誰でも使えるのもポイントが高いわね。ぶっ壊れた性能の武器だが、残念ながらこれを手に入れる頃には、ほぼゲーム内で倒す敵がいない状態だ。どういうこと？ルビスの剣はゲームボーイカラー版限定の隠しダンジョン氷の洞窟。最奥にいる、グランドラゴンを25ターン以内に倒すともらえるからだ。隠しダンジョンをクリアして強い剣をもらったところで、振るう相手がいないのはどうしようもないわ。グランドラゴンは HP1 万を誇る強敵だが、裏ボスである神竜を15ターン以内で倒せるレベルなら問題なく撃破できるはずだ。神竜さえ倒せればルビスの剣は手に入ったも同然ね。だが、問題はただ氷の洞窟を解放しただけでは、グランドラゴンと戦えない点だ。え？そうなの？ああ、氷の洞窟の最奥に到達するにはなんと155種類の銅と銀の、モンスターメダルを集める必要があるぜ。モンスターメダルって何？モンスターを倒すと稀に手に入るメダルで金、銀、銅の3種類があるぜ。そんなのを何百個も集めなきゃいけないの？絶対無理よ。途方もない時間がかかりそうだし、私なら投げ出してしまいそう。一部のメダルは神竜の願い事で手に入るとはいえ、これをコンプリートするのは至難の業だ。途中で投げ出したプレイヤーも多いと思うわ。このようにモンスターメダル収集という果てしないやり込みの先で、手に入るルビスの剣だが、グランドラゴン以降に強敵はいない。もう少し早めに手に入ったらよかったのにね。グランドラゴンは金のメダルをコンプリートした後は、お褒めの言葉を残し眠りについてしまう。強力な装備だがまさにやり込んだ証、といった意味合いが強いアイテムだ。次はスーパーファミコン版ドラクエ6の破壊の鉄球だ。ナンバリングタイトルではドラクエ3から8に登場するが、3と4はリメイク版にしか登場しない。結構メジャーなアイテムなのね。リメイク版ドラクエ6でも同じ入手方法で手に入る破壊の鉄球だが、入手難易度的に今回はスーパーファミコン版ドラクエ6の前提で紹介するぜ。わかったわ。じゃあ性能を教えてちょうだい。破壊の鉄球は攻撃力125だ。これは武器全体の中でも5番目の数値になる。しかも全体攻撃だから入手できればかなりの活躍が見込める。攻撃力が高いし全体攻撃武器なのね。ぜひ手に入れたい武器だわ。入手方法は、欲望の街のカジノでコインと交換するか、エビルフランケンからドロップを狙うことになる。どちらで狙うにしてもかなり厳しい道のりのようね。まず欲望の街のカジノで交換する場合、必要なコインは30万枚だ。スーパーファミコン版のカジノのスロットはレートが高くなるほど、37の揃う確率が低くコインを貯めにくい。30万枚も貯めるのは大変だわ。でも、ポーカーで増やせばいいんじゃない？そう思うかもしれないが、欲望の街のポーカーのダブルアップは次に引くカードが公開されたカードより、大きいか小さいか選ぶシステムで、同じ数字が出ると無条件に負けになるぜ。鬼畜しようすぎない？どうやってコインを増やせっていうの？スロット、ポーカーどちらをするにしてもとにかくコインが増えない。ダブルアップを連続で当てないとコインが増えないぜ。そのダブルアップも当たる確率が低く設定されているってことよね。いっそコインを直接買った方が良くない？30万枚のコインを購入するには600万ゴールド必要だぞ。あ、無理だわ。おとなしくドロップを狙うわよ。エビルフランケンのドロップを狙うなら確率は驚異の4096分の1だ。は？バグ？いや、仕様だ。盗賊4人で盗もうにも確率は約 0.24% という恐ろしい確率だぜ。破壊の鉄球のためだけにやり込む必要があるわね。さすがにカジノがマゾゲーすぎたと反省したのか、
リメイク版ではコインを貯めやすいよう調整されている。破壊の鉄球が手に入れやすくなったのは嬉しいポイントね。次はプレイステーション版ドラクエ7から一部の上級モンスター食の心だ。上級モンスター食って例えばどんな食用が該当するの？プレイステーション版だとギガニュータント、ダークビショップ、魔人ブブ、ローズバトラーが特に入手に苦労する上級モンスター食だな。なんで入手に苦労するの？該当モンスターを倒さないと手に入らないんだ。ドロップ限定というだけでも面倒だが、そのドロップ率が1024分の1なんだ。さっき紹介された4096分の1よりはマシだけども、普通にエンカウントして倒し続けるには、気が遠くなる数字なのは変わらないわね。破壊の鉄球ほどのドロップ率ではないにしろ、破壊の鉄球と違ってモンスターの心は盗めないぜ。盗めないなら地道に倒し続けるしかないのね。上級モンスター職に転職するためだけなら心がなくても、該当の職を極めればいい。なら私はそっちの道を選ぼうかしら。ギガミュータントに転職したいならラオースとアンドレアルのマスターが必要だ。だがゲオースの心はドロップ率が1024分の1と低い。結局ドロップマラソンは必須なのね。これなら最初からギガミュータントの心を狙った方が早そうだわ。転職する場合も大変だが、心を集めてアイテムコンプリートを目指すには結局1024分の1の確率に打ち勝たなきゃいけない。それが最大の障壁ね。ドラクエ7はアイテムコンプ勢に厳しいゲームだわ。せめて1024分の1というひどいドロップ率を設定するくらいなら、固定で手に入る心を用意するなど、救済措置は用意してほしかったぜ。固定で手に入らないのが痛すぎるわね。実際そんな声が多かったのか、3DS 版ではダークビショップの心は、宝箱で手に入るようになったし、すれ違い通信により全ての心が若干手に入りやすくなってるぜ。アイテムコレクターなら 3DS 版ドラクエ7をプレイするのがいいわね。次はドラクエ7に登場するチビーの形見だ。プレイステーション版では特に入手できた人は少ないだろう。チビーって、あのチビー？何度も滅びる街にいるモンスターのこと？ああ、ヘルワームのチビーだ。ドラクエ屈指の打つシナリオが展開されるルーメンの登場人物、モンスターだぜ。そのチビーが残した形見ならぜひ手に入れたいわね。チビーの形見は戦闘中に使うとヘルワームの大群を呼び敵を攻撃する。怒涛の羊みたいな感じ？怒涛の羊と違って失敗しないし、軍隊予備のように金が減ることもない。すごく良い効果じゃない。でも、やっぱり入手は難しいの？入手条件は、モンスターパークの完成だ。特にプレイステーション版だとやり込みの域に入ってくる。モンスターパークをコンプリートするのってかなり時間がかからない？相当回数の戦闘を行う必要がある。途中で心が折れてしまうことも多いぜ。そもそも私はモンスターパークで遊んだことなかったわ。3DS 版ではすれ違い石板システムのおかげでモンスターパークが重要な意味を持つが、プレイステーション版ではチビーの形見をもらえる以外、完全にコレクション要素でしかない。モンスターパークを無視した人も多いと思う。旨味がないのにわざわざプレイする人は少ないわよね。モンスターパークを充実させるにはステータス、特技ともに弱い、魔物ハンターを目指す必要がある。通常攻略を考えるなら、正直モンスターパークをやる暇はないぜ。弱い職業に転職させたところで攻略に苦戦するし、チビーの形見は、モンスターパークをコンプリートするという強い意志を、持っていないと手に入れられないわね。だがこれを入手する頃にはパーティーも十分強いから、あまり使うこともない悲しいアイテムだ。アルテマソードとか、強い特技も覚えていてわざわざチビーの形見は使わないわね。そもそもモンスターパークを完成させるほどやり込んだパーティーが弱いわけないぜ。よっぽどのアイテムコレクターじゃないと手に入れないと思う。プレイステーション版でやっとの思いでモンスターパークをコンプリートしたのに、唯一とも言える見返りがチビーの形見だけでは拍子抜けね。プレイステーション版ドラクエ7しかプレイしていない人はチビーの形見の存在すら、知らなかった人も多いだろう。だが都市伝説じゃなく、紛れもなくリアルに存在するアイテムだぜ。最後はドラクエ7やドラクエ8に登場するゴスペルリングだ。他にもリメイク版ドラクエ4やリメイク版ドラクエ6にも登場するが、ここでは入手難易度の高いドラクエ7とドラクエ8を紹介する。わかったわ。ゴスペルリングって装飾品よね？そうだぜ。ドラクエ7では守備力プラス50、かっこよさプラス30、ドラクエ8では守備力プラス5に加え、毒の影響を受けなくなるという効果がある。優秀な装飾品ね。どの作品でも装備すると敵を寄せ付けなくなるという効果もある。実質無敵になれるじゃない。でも、今までの流れだと役立たない時期に入手することになるわね。まさにその通りだ。ドラクエ7とドラクエ8での入手方法はそれぞれ全モンスターを討伐して、モンスター図鑑を埋めることだぜ。
モンスター図鑑を埋めるということは裏ボスも撃破済みってことよね。ほぼ戦う相手がいない状態じゃない。全モンスター討伐というのは言うまでもなくやり込みだからな。それでもエンカウントを避けられるなら便利そうよね。これを入手する頃にはほとんど使い道がないのが難点だ。すれ違い石板が追加されたリメイク版ドラクエ7ならなんとか使えるが。そうなの？やり込み勢にとってはやや有用なアイテムとも言われる。だがやはり入手が遅すぎるのが玉に傷だ。効果だけを見ると凄そうなのに入手時期が遅すぎたわね。実用性が低いわ。ルビスの剣やチビーの形見同様、やり込んだ証としての意味合いが強いぜ。ということで今回の動画は以上だ。このチャンネルではドラクエに関する面白いネタを今後も投稿していくぜ。チャンネル登録するかは任せるのでもう一本別の動画を見てもらえると嬉しいんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。